俺、正面玄関気にしておくから上がるなら上がっていいよ。はい、上がるよ上がるよ。カズオも上がろう、カズオも。パルクも上がろう。俺ももう上がるからな。上がりきったら、ね、うん、ディフューザーね。了解。ノリスク当てて、ドローン入れるから。ノリスク下から撃たれる可能性あるから、カズドン一回瞬、あ、なんかあれ見て。せっかくだから。俺の言ってる意味を理解してくれないカツ丼が。あ、なんかある。なんかある。多分あれだわ。なんか。開かない。ADS かなんかだ。じゃあ壊す。え、ADS? あ、違う違う。早く壊すよ、そこ壊すなら。今こ、今そんなやってんちゃうぞ、ボケ。パルスがいる、パルスがいる。とりあえず俺はテルミットを練習すればいいよね、しばらく。テルミットを練習っていうか違う。そうじゃねえな。うん、カツ丼は違う。あの、カツ丼なんかちょっとノラっぽい。うん。テルミット苦手だよ。違う違う違う。テルミットが得意とか不得意とかじゃなくて、テルミットの役割を遂行できてないのよ。さっきさ、毒俺殺し込んで最後設置ってなって、覚えてる？うん。アーマンさんが毒殺してくれたんだけど、うん、あの時さ、すげえ時間ギリギリだったんだよね。だから、うん、そうそうそう。あの時も、なんだっけ、ノーリスク割るの何してたのあれ。勝つの。ノーリスク割れって言ってからさ。じゃあ多分違う。俺は、銀行？違う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 。ノーリスク、ノーリスク、今のラウンド。で、あれ、違う違う、あれは多分、僕が、あそこ割るときさ、テルさんとか穴開けといたりしてさ、下から抜くじゃん。で、絶対パルスが3階にいたから、なんだろうな、要するにパルスが信用センサーで見て C4 を投げて殺すっていうのって俺もやるのよ。うん。から、俺は、なるべくリスクの低いように、なんだ。グレ転がして。そう、グレ転がしたり、ブリーチしてからやるとか。そうそう、ブリーチング弾打ったり、スレッジで横っちょ叩いて開けたりとかっていろいろするんだよ。で、発音が。え？あ、そう？まだできます？あ、もう一戦しますって聞いてきてる。あ、じゃあ、開ける。はい。トゥッキーやる？メンバーチェンジしようと思ったら、タトゥー打つ前に戻ってしまいましたって言ったから。なあ、なるほどね。いや、カツ丼で前や。カツ丼、ちょっと詰めよう。無駄が多い。Okay。呼ばれていったら、てか俺変わろうか。もうちょっと見たいから軽く見たい。このまんまでいいよ。いいよ。感染してるわ。うん。まあ、なんか独断と偏見で決めしまった。うん、別にいいけど、いつもやってるから。正しいと思うで。たまにはやらない人を入れてやるのもいいと思うよ。お願いします。出てきた。できる。もう一回。うん。なんか下やるからっつって下行ったら4人でやるからって言われてこっちもなってきたんだけどかわいそうかわいそうはい、こんなものの間でカール君とテルさんを誘うねとりあえずさっきの話だけ終わらせておくとさっきのはカツ丼にねだからせっかく俺が開けようと思ったのブリーチング弾でしたらカツ丼が開けるって言って開けに行ったからそれなら IQ あ、違う、IQ か IQ 使ってるんだから信用センサーをやってるかどうか確認してからやんなよって言ったの。で、そしたらもう貼っちゃって、あ、それなら開けるやろっていうのが。言ったら ADS があるとか言い出したら、ADS あったからなんやねんっていう。だね、ちゃんと聞いてないのよ。ちゃんと聞いて、てか意図を読み取ってないのよ、多分。割れないのかなと思った。そうそう、割れないのかなって。じゃあ早く開けろやっつって。もう、ああいう時間を減らしていこう、今後。オッケーオッケー。意味がわからなくてさ。多分そうなんだろうな。無防備に貼ると危険だよってことを確認したときではあれば。そうそうそう。